すごい匂いね。新入社排除。見ての通り、一応成功はした。でもベインエネルギーが抑制システムから離れたことで激しい変化を起こしたし、そのせいで元の状態に戻すのにすごく苦労した。つまり改造自体は可能ですが、スピライトが量産を目的としているなら最初からそのように作ってしまった方が安上がりということですか。スピラインダエイコア。うるさい。 DNS231407CF。 ロット番号から推測するに、このエイジムが製造されたのは昨年なら、スピライトは少なくとも1年前からこういったものを作っていることになります。そうなると、あの匿名の告発は私たちにこれを発見させるのが目的だったようですね。あれだけ内情に詳しいとなると、やっぱり関係者からの告発かしら。わかりません。ですがビス・ベインが関わっていると判明した以上、私たちが介入する必要があります。バルダ、この件お願いできますか。もちろん、すぐ取り掛かるわ。ちょっと緊張するけど頑張るよ。はい、どうだ。それ、あっ、あっ、そこ、どりゃあ倒してみせる。この調子、あっ、畳みかけるよ。どうだ。動きは全部見えてるよ。どりゃあ、完全勝利。私の活躍どうだった。兄貴、お帰りなさい。お帰りなさい。おい、ソベク、お前また兄貴を怒らせたのか。すっげえ怖かったぞ。俺をはめたやつ絶対許さねえからな、ぶっ殺せ。やめとけやめとけ、誰もお前に期待なんかしてねえし、面倒事さえ起こさなきゃそれだけでいいって。んだ、どこの野郎、バカにしてんのか。まあ別に止めはしねえけどな。あとそのヘルメット、俺の顎に当たってるから早くどけてくれ。おい、てめえら、さっさと起きろ。兄貴、あの陰キャ女とボスはどこだ。ボスは今日はまだ見えてないっすね。ゼロワンの姉貴もです。ったく、今日は一体どうなってんだ。どいつもこいつも消えてやがるし。そういや兄貴、今朝の任務はどうでした。ああ、この面見りゃわかんだろうが。すみません。とにかくなんか食いもんよこせ。まだ昼食ってねえんだ。それが、その、何も残ってなくて。はぁ、てめえらはただ食って寝るだけの豚か。誤解ですって。俺らだって腹減ってんですよ。けど、食いもんは全部あいつが。あいつ、ねえ、まだ食べ物ある？もっと欲しいんだけど。
と喉乾いた。オレンジジュース欲しい。かれこれ2時間くらい食い続けてなんすよ。しかも腹減ると騒ぐし、口にガムテープ貼っても意味ないしで、これ以上あいつを監禁してたら俺らが飢え死にしちまいます。おいお前、さっさとここに来た目的を吐け。そうすりゃ外に出してやる。それとも何か、まさか監禁されるのが趣味とは言わねえよな。だから目的ならとっくに教えたじゃん。闘技場でもらった優勝賞金をマフィアのボスが狙ってるから、ここに隠れることにしたって。ふざけんじゃねえぞ。なんなりで優勝できるわけねえだろ。先週なんか一瞬でやられてただろうが。あれはお腹が空いて力が出なかっただけだし。でも今は全然違うよ。なんならこの枷外して勝負する。しねえ。あ、ここに来た理由もう一つあった。あのね、ここから変な匂いがするんだよ。いや、俺らちゃんと週一でシャワー浴びてるし。そういうのじゃなくて、変な生き物の匂いだよ。しかも以前飼ったことがある生き物の匂い、それがプンプンするんだよね。んだよ、その変な生き物ってのは。いろんな形をしてるから一言じゃ表せないんだけど、とにかく近くにいれば鼻でわかるよ。もしかしてこいつスパイじゃなくてただのアホなんじゃねえのか。まあ、あれだ、ボスが戻ってくりゃすぐに解放してやるよ。え、じゃあマフィアはどうするの？んなもん知るか。とにかく食うもん食って俺の視界から失せる。ちょっと緊張するけど頑張るよ。えい、あ、敵出現だよ。みんな慎重に行こう。いっけ。それ、えい、用意できたよ。完全勝利。私の活躍どうだった？